国王牧歌の挿絵、ブロセリアンドの森にあるマーリンとビビアン・ブロセリアンドは、伝説における魔法の森で、中世ヨーロッパ各地に伝わる、神秘的な場所。書室は、ウアース作の、ルー物語。ブロセリアンドの森は、フランスのブルターニュにあるパンポンの森と考えられている。主に、アーサー王物語に登場するマーリン、モーガン・ルフェイ、湖の乙女や一部の円卓の騎士と、 関連づけられている。マーリンは、ブロセリアンドの森の奥深くにある、バラントンの泉で、湖の乙女であるビビアンに出会ったという言い伝えが、残っている。また、とある木の下で、ビビアンがマーリンに監禁してしまう。だからバラントンの泉にほど近い、若返りの泉の近くには、マーリンの墓がある。ブロセリアンドの森の中にある、小さな谷、帰らずの谷は、 魔女モーガンルフェイが赤色血眼に囲まれて作り出す異界の空間もあり、この谷にあえて足を踏み入れた恋に不実な騎士たちがモーガンによって捕獲され解放できないようにした。モーガンの魔術を打ち破った唯一の人物がビビアンに育てられた騎士、ランスロットだった。谷に入ったランスロットはバンをしているドラゴンを殺し、捕囚された騎士たちを救い出した。ありがとうございます。